カール・カルステンスは、旧西ドイツの政治家、ドイツキリスト教民主同盟所属。1976年から1979年まで、ドイツ連邦議会議長を務めた後、第五大連邦大統領に選出された。山歩き中に市民と談笑する、カルステンス第一次世界大戦中に、ブレーメンに生まれる。父は、大学の教員だったが、彼が生まれる前に、 フランスで戦死した。1933年にギムナジウムを卒業後、フランクフルト、ディジョン、ミュンヘン、ケーニヒスベルク、ハンブルクの各大学で法学と政治学を専攻する。1936年に司法修習生。1938年に法学博士号を取得し、1939年に国家司法試験に合格。同年、ドイツ国防軍に入し、 将尉として、対空砲部隊に配属される。1945年まで、第二次世界大戦に従軍。この間、1940年から終戦まで、ナチ党の党員だった。これについて彼は、州裁判所長の商用によるもので、職業上の不利を避けるために入党したと説明したが、実際は1933年には突撃隊に、加入していた。戦後弁護士免許を取得し、 ブレーメンで開業。1948年、アメリカ合衆国コネチカット州のイエール大学に留学し、翌年法学修士号を取得。1949年から1953年まで、ブレーメン市の法律顧問及び連邦政府連絡代表。1950年からは、ケルン大学で教弁を取る。1952年、教授資格を取得。 1954年、外務省に入省。1955年、セディに入党。1955年までストラスブールの欧州評議会の西ドイツ政府常駐代表、後本にある本省に勤務。1958年、外務省西欧第一課長。1960年、ケルン大学の国法学及び国際法の教授に就任。 直後の1960年7月、外務事務次官に就任。1966年12月からセディとドイツ社会民主党の大連立政権で国防事務次官。1968年から翌年まで、クルトゲオルクキージンガー首相の下で連邦首相府長官。1970年から1972年まで、ボンにあるドイツ外交政策研究所所長。 1972年、ドイツ連邦議会選挙にシュレスビヒホルシュタイン州から出馬して初当選。1973年5月から1976年10月まで、セリキリスト教社会同盟幹事長として、議会で野党第一党の代表となる。1976年の連邦議会選挙の後、12月14日に連邦議会議長に選出された。 当時野党ながら連邦議会第一党だったセディの連邦大統領候補として立候補し、1979年5月23日にバルター・シェールの公認として第5代連邦大統領に選出された。連邦大統領在任中は山歩きを趣味としていることで知られ、賛同で出会った人々との交流を無情の楽しみとしていた。外遊は16回。 訪問先は22カ国。国交樹立間もない中華人民共和国を西ドイツの元首として初めて訪問した。高齢を理由に2期目には立候補せず、1984年6月30日に退任。1992年5月29日深夜、脳卒中により、盆胞外メッケンハイムの自宅で死去した。故郷ブレーメンの墓地に葬られた。 カールとベロニカカルステンス夫妻戦争中の1944年、後に内海となるベロニカ夫人と結婚。二人に子供はいなかった。夫妻は1982年に自らの名を冠した自然治癒とホメオパシー研究を助成する財団を設立している。1984年にアーヘン氏よりカール賞を授与される。ボンおよびベルリンの名誉市民。 故郷ブレーメン氏は、異例ながら、カルステンスの生前にベーザー側に架か,かる第四の橋を、カルステン橋と命名した。ありがとうございます。